県北でも桜が見ごろを迎えています。庄原市の上野公園では池の周りの桜600本が満開です。庄原市にある上野公園です。県内で桜の名所100選に選ばれているのは尾道の千光寺公園とここだけ。上野池を中心におよそ600本のソメイヨシノが植えられています。今年は例年通り先月下旬に開花し、今がちょうど見頃です。最高だね、この桜ね。本当、綺麗です。池にもちょっと桜が映り込んだりしてるんで、はい、そういうところが綺麗だなと思って。今年は2年ぶりに夜桜を彩るライトアップを再開しました。上野公園の桜は今月12日頃まで楽しめるということです。